皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。イングランドのマンチェスターシティ女子に所属する選手、なでしこジャパン代表ミッドフィールダー長谷川唯選手は、2024年3月30日に行われた FA 女子スーパーリーグ第18節リバプール戦でフル出場しました。試合後にはリーグ公式よりサンジとともに長谷川選手のヒートマップが公開されています。ヒートマップとは、簡単に言うと選手がプレーしたエリアを可視化したものということができます。対戦したリバプールには、同じくなでしこジャパンのミッドフィールダー長野風花選手も所属しています。お互いにスタメンを飾った中、強さを見せたのはウェーの地に乗り込んだシティの方でした。前半16分、猛攻から最後はフォワードローレン・ヘンプが切り込んでゴールを決めました。同22分にはフォワードジェス・パークのドリブル弾で追加点を挙げ、その2分後にも長身フォワードカディジャ賞のゴールで得点を加えたシティが前半だけで3点をリードしました。後半もシティペースは変わらずでした。同5分にショーがコーナーキックに頭で合わせて、この日自身2点目。リバプールの反撃は同39分のディフェンス、テイラー・ハインズの一撃に終わり、シティが勝ち点3を手にしています。この時点でリーグ首位に立ったシティ、その中央でボールをさばいていた長谷川選手は、ボランチの位置で前線へボールをつなぐ中継地点になりつつ、うまくボールを回収する役割を担っていました。リーグ公式 X では中盤を統率と長谷川選手に着目しています。試合のヒートマップを公開しました。ペナルティーエリア内を除く両陣地で複数回プレーし続けた記録が残っており、 SNS 上でもファンから優位に魅了された、決して驚かない結果だ、スーパーな選手だ、シティにとってとても重要な選手とサンジが届けられていました。15勝1分2敗と無類の強さを示すシティの中で、現地で長谷川選手は特に重宝される選手と評価されているようです。そんな長谷川唯選手といえば、サッカー選手としての実力はもちろん、その可愛らしさも目を引きます。そして長谷川唯選手には彼氏や結婚相手がいるのか気になるところです。長谷川唯選手は高校や大学時代からサッカーの実力は抜群だったという情報を入手しました。長谷川唯選手の出身高校、大学はサッカーの名門出身なのでしょうか。なでしこジャパンには兄弟や家族もサッカー選手という選手もいます。長谷川唯選手の家族にはサッカー経験者はいるのでしょうか。さて、先ほど述べたように、長谷川唯選手といえば、その可愛さにも注目が集まっています。これだけ可愛いなら彼氏や旦那様がいそうです。そこで調べてみた結果、長谷川唯選手には彼氏の情報はありませんでした。そのため結婚相手はおらず、結婚歴もありません。可愛いので長谷川唯選手と結婚したいと思う男性はいそうです。もしかしたら公にしていないだけでこっそりと付き合っている彼氏はいるかもしれません。将来の旦那様となる方とすでに出会っている可能性も高そうです。長谷川唯選手の出身高校は日の出高等学校です。長谷川唯さんは1997年1月29日生まれ、埼玉県戸田市の出身です。サッカー日本女子代表でもあります。ポジションはミッドフィールダーです。幼少時に埼玉県戸田市に転居しました。戸田市立戸田南小学校、戸田市立戸田中学校、日の出高等学校、日本大学文理学部体育学科卒業しました。兄がサッカーをやっていたことで、小学校入学と同時に戸田南 FC スポーツ少年団に入団してサッカーを始めました。その後、小2の時に入ったドキナミボンバーズを経て、2009年に日テレベレーザの下部組織であるメニーナに入団しました。メニーナのメンバーとして2011年から2014年の4年間、全日本女子ユースサッカー選手権大会優勝の中心となりました。2013年から飛び級でなでしこリーグの公式戦に出場するようになります。2015年度レギュラーシリーズ第17節の対伊賀フットボールクラブ久の市戦にてリーグ戦初得点を挙げています。2017シーズン、日テレベレーザのリーグ3連覇に貢献し、リーグのベストイレブンに初選出されると、その後日本でプレーしている間は毎年選出されています。その後 AC ミラン、ウェストハムユナイテッド、そして現在職しているマンチェスターシティに所属しています。
2022年9月8日、ウェストハムを退団すると、マンチェスターシティ WFC へ3年契約で移籍することが発表されていました。移籍後は足首の怪我で出遅れていたのですが、10月16日のレスターシティ戦で移籍後初出場にして初先発すると、88分にペナルティーエリア手前から右足を振り抜いてデビュー戦で初ゴールを決める活躍を見せていました。2023年8月、プロフェッショナルフットボーラーズアソシエーション PFA が選出する2022-23シーズンの PFA 年間ベストでした。また同年9月7日には女子バロンドール候補者30名に宮澤ひなた選手とともにノミネートされ、日本の輝くゲームの調整役であり先導者だった。彼女の深いパスはオセアニアでの日本の4勝に輝きを与えたと紹介されました。11月20日オールドトラッフォードで女子チームのホーム入場者数としては過去最高となる 43,615 人の観衆の前で宮澤ひなた選手とのマンチェスターダービーが実現しました。2024年1月23日シティとの間で2027年まで2年間の契約延長を結んだことが発表されました。日の出高等学校は東京都目黒区にある高校です。日の出高等学校にはスポーツ芸能コースがあります。そのため卒業生の中には今ではプロとなったスポーツ選手も多くいらっしゃいます。長谷川唯選手の他には高木大輔さんや安西浩樹さんも日の出高等学校の出身です。多くの芸能人の母校でもあります。長谷川唯選手の出身大学は日本大学文理学部体育学科です。日本大学といえば運動部の実績が素晴らしいことでも有名です。日本大学文理学部体育学科ではスポーツと健康に関する科学的知識や技術を生かした専門家を育成しています。長谷川唯選手はスポーツ選手としてさらにレベルアップしていくために日本大学の体育学科を選択してのではないでしょう。将来を見据えて学業とサッカーを両立する姿に意識の高さを感じさせます。そこで長谷川唯選手の家族構成について調査しました。同じくなでしこジャパンの岩渕真奈選手のように家族にもサッカー選手はいるのでしょうか。長谷川唯選手の家族構成は父親、母親、兄、長谷川唯選手の4人家族です。調査したところ家族の中にサッカー選手はいませんでした。長谷川唯選手の家族について詳しく見ていきましょう。長谷川唯選手の父親について調査しましたが、詳細な情報や名前、顔画像が見つかりませんでした。父親について分かっているのは父親と兄が長谷川唯選手がサッカーを始めるきっかけになったということです。父親もサッカーをしていた過去があるのかもしれません。サッカー選手だという情報はなく一般の会社員ではないかと思われます。長谷川唯選手は宮城県の出身ですが、これは父親の故郷のようです。長谷川唯選手の母親の名前は長谷川真由美さんと言います。母親真由美さんの出身地は沖縄県です。長谷川唯選手もまた沖縄出身の方のようにはっきりとした顔立ちです。いかがだったでしょうか。おそらく顔立ちは母親譲りなのではないでしょうか。母親真由美さんは明るい性格な方だと言います。長谷川唯選手もまた母親の影響で前向きな物事を考える性格だそうです。そして長谷川唯選手には兄が一人いることが分かりました。兄もまたサッカー経験者だそうです。そのサッカー歴は20年以上にもなると言います。サッカー選手というわけではなく現在は一般の社会人として勤めながらサッカーを楽しんでいるようです。長谷川唯選手の X には兄とサッカーをする様子をアップされていました。 XQTwitter 上にお兄さんの動画をアップするところを見ても兄弟仲がいいのが伝わってきます。そんな長谷川唯選手ですが、調べるとバセドウ病ではないかと言われています。長谷川唯選手がバセドウ病だという噂はどうやらガセネタのようです。バセドウ病といえば歌手の彩香さんが思い浮かぶ方もいるのではないでしょうか。バセドウ病は静止している状態でも心臓が常に走っている状態で動いており、疲れやすく動悸がするなどの症状があります。彩香さんはバセドウ病治療のため2007年にしばらくお休み期間に入りました。その後彩香さんは数年経って音楽番組に少しずつ出演するようになりましたが、歌っている姿が少し苦しそうだったり
じわりと汗をかいたりしている様子も見受けられました。バセドウ病は息切れや動悸といった症状も出ることから、運動を制限する必要もあるそうです。長谷川唯選手は大きな病気はもちろんですが、スポーツ選手にありがちな大きな怪我も今のところありません。また病気を患っているという情報も上がっていないことから、長谷川唯選手がバセドウ病だという噂は事実無根ということになります。いかがだったでしょうか。今回は長谷川唯さんに関する事柄を集めてきました。長谷川唯選手は小動物のようなクリッとした目と小顔が可愛いと話題になっています。インスタグラムにたびたびプライベートの写真等もアップしてくれていますが、ユニフォーム姿も私服もどっちも可愛いと評判です。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。